はい、皆さん、こんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。いつも私のチャンネルをご清聴いただきまして、誠にありがとうございます。本日もね、よろしくお願いいたします。はい。えー、なんかですけどね、今回これ、面白いですよね。ははは。 で、実はね、あの、昨日日曜日なんですけどね、あの、まあ、全然私、あの、面識ない日本人の方とね、ぱったりやるとね、あの、3人ほどの方がね、声かけてくるんですよね。あの、とうとうこのテーマ扱うんですね、頑張ってくださいねっていうね、感じのね、あの、陽気なね、声をいただいてね、私も何かね、あの、力いただいたような感じがするんですけどね。ま、あ、何が面白いっていうのかね、やっぱりもう、もう日本人全体がね、まあ、カンボジンに関すると日本人全体が、もうあの、ふつふつと、 あったね、この、屈辱したものがね、バッと出たっていう感じでですね。はい。ねね、私のね、あの、ツイッターね、あの、SNS、ブログ等もですね、まあ、アクセス数では普段の7倍ぐらいですかね。はい、もういいね、ね。あの、押さない関係なくですね、もうそこで煽った瞬間に、やはりね、あの、情報、え、得たいね、ものは、あの、やはりね、そこに到達するっていうことですよね。まあね、全く逆効果が出てしまったっていう感じだと思います。はい。えー、とね、 面白いとは言ってるんですけどね。私ねは。 ででももね、正直、晴れ立つこともあるんですよ。はい。これですよね。まあ、ああのー、ね、タインという男をブロックしました。ちなみに、私が勤めてる、えー、日本人会会長を務めてるね、えー、カンボジア日本人会ではね、反射条項があってね、私はそれ以外で、あのーあのー、人をブロックしたこと分ありませんっていうね、まあ、あのー、どうっていうようなことがね、あのー、書いてあるんですけども。はい。えー、ね、もう、稚拙な文章なんでね、どっちとでもね、取れるような感じですけどね、ただね、やっぱりあのー、誤解 真似くような感じですね。私ジェット谷が、あのこれあの日本人会の、えー、反社会勢力排除条項というのは、はい、まあ反社会的な行為っていうことも広域には入ると思いますけども、基本はこれ日本の広域して暴力団に対してということですからはっきり申します。はいジェット谷ニ全く関係ありません。はい。でやはりね人ってこうまあこんなあの事実と全然違うことを書かれたらねあそうとさらっとできる人もいると思うんですけども、やはり怒りのやっぱり 金銭っていうポイントありますよね。例えば、お前の母ちゃんデベストって言われても、そこで激怒してっていうね、人もいると思えば。まあ私は、あの、もう子供の時からね、あの、まあ武道をやって、まあもう、かれこれもう40年以上ね、やってるんですけどね。やっぱり曲がったこととか悪い奴が嫌いっていう。 ことが根底ででやってるんでねこういうその法のカテゴリーに入れられたって言ったら、これ私、やっぱり私の範疇ではもう完全金銭切れてるんですよね。はい。だけどね、まあその力でね、あのそれを訴えるというのは違うと思います。はい。あのー、 はい。そのために私は、はっきりね、申すことができます。はい。ジェットダーリーね個人も企業も反社会組織ね、全く属しておりません。はい。もう理由もすぐ出せます。はい。日本ではね、宅地建物業、えー、表券地理番号で5回更新まあ、20年目のね、もう会社に突入しております。はい。当然ですけれども、あの、不動産業の免許を取れるということは、あの、反社会勢力に属してないし、えー、ね、その証明になります。で、犯罪も逮捕歴もないね、日本の金融機関からね、融資を受けてね、日本でもカンボジアでも事業を行っているということです。 はい。もう、こだらないね、あの、誤解招くような、あの、虚偽の情報をね、日本人会会長としてね、行うなと。 いうことですね。まあ、こういうことができること自体も、やっぱりなんて言うんですかね、あの、日本での社会経験なくて、1996年からカンボジアにブラブラ来て、まあ、ああの、ええー、ね、今日の説明するようなね、あの、人物であるということがね、あの、分かっていただけると思います。はい。ちなみにですけどね、私とあの、カンボジアでもお仕事しています。はい。日本でもね、あの、センチュリーグループでね、あの、全国で3番目の規模のあるね、会社の人に関してもね、これ反射扱いのことをね、言っております。 被害者ということね。まあこれに関してはね、あの正式に行うかどうかっていうね、少し相談してね、行ってみたいと思います。はい。えー、っとですね、正式に行うからまあ日本人会ね、日本人会会長、あと,あとは最高会長って誰でした？えー、っと三上さんですか？あ、名誉会長と会長に対してね、あのこんな記載下げろとね、謝罪文を形成するっていう形で出すと思いますけどね。まあそんなことよりも、皆さんがここでね、多くの日本人の方が、まあ小一卓真氏ね、カンボジア日本人会の会長がどんな人物かということをね、わかって いただくことがね、大事だと思います。私個人のことは別にどうでもいいですので。はい、えー、私とかね、まあ、あのセンチュリー21様で即答でね、あのー、反射否定して、しかも理由をきっちり、客観的な証拠を出せれますけども、はい、えー、これ小市拓真氏ですけどもね、はい、えー、疑念になってます。一年半以上前にですね、これ、あのー あなたの会社はこれ、存在しないんじゃないですか。銀行口座も存在しないじゃないですか。それに関してきっちり答えてくださいということを公開、質問いたしました。本当にね、私が、あのー、これをね、誹謗中傷というのがね、本当不思議なんですけどね。本当、昔、僕ら子供の頃ですからね、なんていう漫才師ですかね。あなたのお名前なんてのという感じでね。もうそんなノリですよね。あの、小市さん、あなたの会社は何なんですかってこう聞いてるだけなんですけども。はい、えー。会社の内容で、あのー、 聞きました。この本当こう、なんて言うんですかね。もうすごいでかい会社みたいな形でね、あの、書いてるけども、ほとんどが記載ないとね。銀行口座に関してはもうこれ三井住友通してね、紹介したけどないということでしたがね。これどういうことですか説明してくださいとね、言えましたら、え、小市竹馬氏は、誹謗中傷だ攻撃されているということをウェブ上で書いてるんですよね。だからこれ、 なんですこれ、攻撃されてるっていうですね。これ、私はこう取ってますけどね。まあ、都合の悪いこと、痛いところ、実は、俺の痛いところをつかれて、そこ攻撃されたっていうことですよね。はい。それで、あとは、まあ、攻撃されてるいうことでね、まあ、この、え、小市卓馬氏のね、取り巻きにね、応援を求めてるってことでね、俺が、親分が攻撃されてるから、あの、みんな、頼むぜっていう感じのノリで、まあ、私への、まあ、日本人のね、 に対してね、あの、いいねを押すとね、あの、ブロック対象にするぞってことをこれ、えー、日本人会会長、小市拓真氏がね、あのー、宣言するらしいですね。で、日本人会会長はね、なんか私のことを精神異常者だとかいう、そんなことまで言ってるみたいでね、はい、もう何とでも言ってくださいって感じですね。ただあ、一番大事なことはね、都合の悪い情報を日本人、これはカンボジア在住日本人、カンボジア関係する日本人、そして日本国内に知られてはまずいということだと思いますね。まずくなければ、そのまましててですね、逆に、あのー、 きち説明したらいいじゃないですか。ところがね、一年半経過してもね、沈黙状態です。はい。沈黙状態の時何やってるかって言ったら、サブアカウントで私の、えー、Facebook とかで Twitter を見てですね、もしいいねを押してるようなやつをあれば、それを監視するというね、本当にね、気持ち悪いことをね。 やってるんですようわーっていう感じですね。とりあえず立ちそうですよね。はい。こういうね、ネチネチ年質っぽいね、性格の方なんでなす。私は面識ないんですよ。会ったことも、話したことも、どんな恋してるとかもわからないですよね。はい。ただね、誹謗中傷と言うならね、あのー、秋を答えたらいいんですよね。あのー、大さん、こういう理由で、あたな指摘間違ってる。こういう理由があったからこうなってるんですよって言えば、あのー、1分ぐらいで済むことじゃないんですけど私たちのこと。反射っていうね、認定するのと、時に私は説明ね、する。 のと同じようにね、言えばもう、一分もあればできることをね、な一年半も経って、ね、あの、ジェットタイの、えー、あの、SNS はブロックだ、って、ね、いいのをしたやつもブロックだ、同じ扱いだ、っていうね、ことをね、わざわざ日本人会議ち名前を使って言う必要があるのかな、というふうにね、あの、考えております。おかしいですよね。はい。えっ、ー、とですね、あのー、今日ね、本題にも入っていきたいと思います。これ本当ね、この、あのー、投機、えー、会社投機情報、 えー、検索サイトっていうんですかね。非常に、あの、日本人にとってね、カンボジアに投資すると事業するとね、本当にね、これ、役に立つツールです。はい。これで、はっきり言ってですね、あの、今までね、カンボジアで会社がありますとか、どうのこの公典で、ね、偽物が多かったんですね。名刺だけ立派。ウェ、ウェブサイトだけ立派。これはもう、あの、小市卓馬氏の会社と同じですよね。はい。あのー、立派っていうことだったんですこれ、東京情報検査が見たら、一発でね、この嘘がね、わかる詐欺師対策とか、うさんくさいやの対策に本当これね、あのー、役に 立ちます。はい。そこでですね。まあ、今回ですけどもね、一つね、ありました。おしぼりプノンペーンですよね。はい。あの、2020年の12月25日にはディレクターから外れてますけども、株主かどうかであることはわかりません。これ、そこまではわからないんですけども、はい。あの、検索からはこうい真氏のして名前消えてますけども、はい。えー、過去の、えー、この、えー、ディレクターを、えー、検索すればれ分かるようになってますので、このサイトは全くごまかすことができないということですね。登記情報に関しては ですけどもはい。で、この会社なんですけども、はい。今は、えー、っとね、日本人、まあ、これ、あの、小市拓馬氏の取り巻きの人間がね、あの、ディレクターにね、入っていますよね。一番上に出てるのは、これ、えー、カンボジアのね、あの、韓国系の PPCB っていう銀行の、まあ、女性スタッフがね、あの、ディレクターに入っておりますけどね。まあ、こんなところも、どうかな、という,うね、私思うんですよね。例えば、 これ、あの、銀行にこれ、兼業業務の規定っていうのはないのかなと思うんですよね。あの、銀行で、あの、あの、従業員として働いてて、で、かたや会社経営してます。それは全然悪いとは言いませんけども、やはり、あの、利害が相反するときありますよね。もし全然自分のところのおしぼり、あらない人間が契約した、あの、銀行に口座来たときに、ね、情報全部分かってしまうわけじゃないですか。 はい。で、そういうことから考えて、まあ、この銀行もどうなのかなというのもあれですし、まあ、小市氏のね、あの、まあ、取り巻きの人間、日本人も、まあ、こんなもんだろうというね、ような感じだと思います。はい。えー、っとね、別に、ね、仕事することをね、あの、銀行の方とか、他に仕事持ってる方がね、兼業で会社を持ってね、あの、役員とかね、やるのは全然それは反対しませんけども、まあ、今自分のやってる仕事を考えたら、何なんだろうってね。それも本当なら、金融機関の人間なら、 そんなをやっちゃいけないだろうというふうに私も思いますけどね。まあ、韓国系の銀行なんでね。それは私わかりません。はい。えー、っとですね。で、このおしぼり、そのね、会社、先回も言いましたけどもね、あの、ロコモっていうロコモ,モグループでね、あの、創業者で12年、創業者で12年間やってましたけ現在登記情報にはね、あの、出ておりません。こいったくましですよね。はい。で、株主で名前乗せるというのがどうかなというふうに私ね、あの、前回の、あの、 チャンネルでもね、お話ししました。はい。ただですけども、ね、あのー、 この日本人会会のあの役員名簿ですけれども、そこにね、あの会長、小市拓馬、おしぼりプロンペン、ね。ではね、ダメなんですかね。別に全然悪いと私は思わないんですけどね。本当のこと書く方がいいじゃないですか。そしたら何も問題ないわけですよね。おしぼりプロンペン、小市拓馬、日本人会会長っていうね。で、いいと思うんですよね。なんかこう、差し当たりがね、あるのか。例えば、おしぼりの営業でね、まあ、 おしぼりのおろしてる先僕全然どこかわからないし見たことないので最近日経のレシピったらここはおしぼりあのプロンペンですかって聞くこうとが。<laughs> あの、多くなりましたけども、まあ、別に、あの、ね、あの、レストラン、居酒屋だけね、あとは、まあ、あの、西風属店にでもね、ひょっとしておろしてて、いや、おしぼり、ごレストランと西風属店のおしぼり一緒ですよって言われたら、ちょっと違和感はありますけども、別にそれがなんか問題あるんですかって、まあ、ビジネスだからいいじゃないですかっていうね、ことは、別に私仕事には非戦はないと思いますので、自分のやってる事業だったら堂々と語ってね、カンボジア日本人会会長、所属はおしぼりプロンペイでね、全然問題ないと思うんですけどね、どうしてこういうことをね、あのー、は、隠すの かなという感じいたします それとも、あれですかまあ、あの、名誉会長の三上大社たりが、いやー、おしぼりプロンペンっていう会社では、あの、日本人会会長はちょっとふさわしくないよとでも言ってたんですかええ。問題ないですよね。なんか仕事に非戦があって、あの、こういう会長職なのにはおしぼりプロンペンみたいな、あの、仕事じゃダメだ、水商売ね、みたいなんじゃダメだ、ってね、いうことがあったんですかね。ないはずですよね。うん、やればちょっとね、それもどうかなって思いますけども、私個人関しては全然そんなのね、水商売やろうと、ね。 風俗業でもしね、下ろしてやろうと、そ全然、ね、関係ないね、仕事は仕事ですという形でね、別に堂々とね、あのいい加減な、あのー、肩書きを出すなら、きっちりしたね、登、ま、記、あ、情報にあるものをね、出せるべきじゃないかなというのを私は考えておりますけれどもね、皆さんもどう思いますかね、はい、何かあったんですかね、圧力が。 はい。ちなみにですけどもね、現在は、えー、この肩書きですよね。はい。えー、足立レストランのオーナーね、工事宅マシですから、ここにあ、日本人会役員のね、あのー、会長の所属のところにね、あの、足立レストランと書くのも、まあ、ほぼ私は全然問題なくてね、ことがしっかり収まるんじゃないかと思います。はい。えー、私の方からですけど、ね、これね、あの、三井住友銀行投資で聞きました。ここにはね、えー、口座はね、存在しませんということですから、はい。外国法人が日本の日座、 日本人ななないいと作れないってそんなこともし外国人が勝手座どどんどん作れたらそれたそそここ事件にななるじゃないですかねこういうことも、これで分からないのかな。これはっきりしてみましょうね。はい、使用取引銀行。はい、なんか、ここで融資でもされてるんですかってね。ほんと意味分かってないですよね。やっぱり社会経験がないからね。もうカンボジアでブラブラ、あの、大理学中退してからでブラブラしてたような人ですかね。そういう人物が日本人の代表と言われたら、 まあね、日本人会所属してない私でもちょっと恥ずかしいなっていうのが私の周りの考えです。ね、あまりにもね、もうあの、日本人会の中でね、これあの、あの自助作業、作業、あの、作業が効かないならね、もう日本人会会にね、あの、所属してね、あの、正式同義あげたいなっていうところですけど、前回もましせたけどね、私なんか入会できないような感じがしますので、ね、そしたらもう有志でまとまってね、正式同義あげてもいいよっていうふうに今話になってますのでね、まあそんなところもね、あの、どうかなと思います。はい。えーとですね、あの、たくさんコメントね、 はい、ありがとうございます。あのー、はい、あの、徐々にね、あの、これ出していきますので、はい、あの、私は思ってるね、あの、情報とほとんどマッチしてますし、はい、客観的な証拠をつけてね、やっていきますので、私必ず、ね、裏取りしないと絶対ね、表に出せませんのでね、はい、えーと、次回はですね、あのー、あ、今回ね、あの、第シリーズ2回はね、ここまでといたしまーす。はい、次回はね、これほんとカンボジアのね、あの、最悪の歴史ね、あの、幼児陪審をね、やってた時期があったらですよそのスナイパーっていうことに関してもね、ちょっとね、触れてね、 行っていきたいと思います。これ前回ちょっとね、全然、だいぶね、選、え、手、ー、ですかね、YouTube でも上げましたけどもね。はい。えっ、ー、と、こんなね、あのー、写真もらいました。私、あの、カンボジア太郎さんのやつ見れませんのでね、写真を送っていただきました。はい。えっ、ー、とね、太郎さんがカンボジア来た頃ってみんな買収目的だったんじゃないですかという質問をいただいたので、写真でご回答。二度目のカンボジア訪問は一人じゃなかったですよ。悪いけど、若い頃はモテてました。ってね。うん。<laughs> こういうことをね、あのー、私はもともと持てませんし、あのー、だけど、まあ、こういうことをね、あの、書ける人だというね、ええー、ことですよね。はい。まあ、ウェッキベギアはね、自分で作ったような感じの、で <laughs>、ね、自分の紹介してるような人ですからね。はい。若い頃は、持てましたか。はい。まあ、今ね、どうなんでしょうかね。私ちょっと存じ上げませんけど。はい。以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これでね、終了いたします。次回更新お待ちください。よしチャンネル登録、高評価、お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。はい。日本人 のね、皆様がねむやむやと思っていることをね今回ねはっきりねさしたいと思います。それでは皆様 See you.